コルクスハイマータールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセン軍に属す、マチソン。コルクスハイマータールは長く伸びた、グルンデルバッハ渓谷に位置し、オーデンバルトに含まれる。隣接する、バインハイムの高台にあたるオーデンバルトとヘッシェ、リートとの間、同時にバーデンビュルテンベルク州とヘッセン州との間の、斜面に位置している。 ダウムベルクこの街を潤んでるバッハ川が貫いて流れている。トレーゼル地区の東端にはバルトコプフとダウムベルクという二つの山があり、ゴルクスハイマータールの東の町境を形成している。ゴルクスハイマータールは北はビルケナウ、東はアプトシュタイナ派、南東はハイリヒクロイツシュタイナ派、南と西はバインハイムと境を接する。この町はゴルクスハイム、 ウンターフロッケンバッハ、トレーゼルの3地区からなる。900年頃にウンターフロッケンバッハがウォルドホーフェンドーフとして1071年にはトレーゼルがレーヘンハーフェンドーフとしてそれぞれ初めて文献に記録されている。ゴルクスハイムはこの地区にある同鉱山との関係で1486年に初めて文献上で研究されている。もとは ロルシュ修道院の所領であったが、1232年にマインツ大司教領、1463年にプファルツ選帝公領、1623年に再びマインツ大司教領に戻されるといった具合に領主が変遷した。1803年にこの警告はヘッセン大公領となり、別力アプトシュタイナ派の管轄下に移された。1971年に、 ゴルクスハイムとウンターフロッケンバッハが合併して、グルンデルバッハタールという自治体が発足し、1972年に、これにトレーゼルが合併することで、現在のゴルクスハイマータールが成立した。ゴルクスハイマータールの町議会は17議席からなる。ありがとうございます。